皆さんこんにちは20歳若返る生命科学アカデミーのひろこです今日もよろしくお願いいたします、えー、この高齢化社会を楽しく乗り切るその健康や若さの鍵っていうものは我々が最も今注目しているのは長寿、うん、遺伝子と言われているものでして、うん 眠りが深くなる眠りの改善が起こると寿命が伸びると NMN、うん、というものを取れば、はい、NAD それが体の中で NAD に変換されて長寿遺伝子を活性化できる長寿を活性化させるってことは、はい、全身ナンチエイジングがこう可能になるから細胞ごと若返られる若返るんですね。はい 老いがなくなる時代がやってきているということ、ね。そですね。はい。老いた状態から若返る状態に戻っていくと。いうのが目標になっていますいいす、ね。なるほど。次回さらに詳しくですね。その若返りのメカニズムを先生から伺っていきたいと思いますので。えー、次回もまた楽しみにご視聴ください。それでは。